お世話になります。一人でございます。以前私は別の動画で謎の場所サンダークライはポケモンホームに送れるのかという検証を2度やりましたところ、レベル50まで育てれば実際に送ることができました。ダークライが送れてしまうなら、同じく謎の場所で捕まえられるポケモンとして有名な土球に愛らしいシェイミもポケモンホームに送りたくなりますよね。でネット上でいろいろ調べたのですが、ダークライとは違ってシェイミについては送り方に関する情報がほぼありませんでした。しかし諦めきれないので自分なりに考察してみますと、まず前提としてシェイミは当時2008年ギラティナと空の花束シェイミ公開時にレベル50で配信されていました。ですがレベル50で送れるとかの情報が出回っていないので、送るに際してレベルと努力値とかの問題が仮にあったとして、これは不思議な飴でレベル100まで上げればどんな条件だったとしてもクリアできますよね。また当時の配信されたポケモンはダイヤモンド出身設定だったらしいので、ダイヤモンドで捕まえればその条件もクリアできそうです。実際ダークライはほぼ同様の条件で送れたので、シェイミも送れないわけないと思います。ということで今回は謎の場所さんシェイミはレベル100まで育てればポケモンホームに送れるのか検証していきたいと思います。まずは謎の場所でシェイミを普通に捕まえていきます。はい、ということで私シェイミ童貞なんですが、早速やっていきたいと思います。とりあえずまずはねレポートを書いておきましょう。はい、で書き終わりましたら先に行きますと、例のとこに来まして、そしたらこの扉の前で波乗りですね。はい、それでここに来ましたら一歩下に降りて、それで歩数計もリセットしておきますと。はい、でまず東に200歩行きましょう。90と200行きましたと。そしたら次は南に363ですね。で123と、次は東に722歩ですね。結構長めですが行きましょう。20、21、22と来ました。で次は左に18歩戻るっていう感じですかね。 OK 行こう。これで18、あー危ねえ、危ねえ、危ねえ、めっちゃ危ねえ、行き過ぎたと思った。18、ここで OK かな。はい、ここでやりましょう。戻るっていうのが不思議ですよね。はい、探検セットを使いましょう。これで行けるはずなんですが、あ大丈夫か、大丈夫、え、ここ初めてパティーンだぞ、ここの位置に来るのは。まあ、とりあえずこれで地上へ出ましょうか。来たかな。おーすげーすげーすげー、来た、すげー。これで確かなんかこれまたバグってて動けないから、なんか図鑑を見るとかね、確かそんな感じだったような気がする。図鑑を見るとかなんかそんな感じで戻るとか、なんかええ戻んないじゃん。あいいの、えちょっと待って待って待って、一回調べ直そう。えちょっと待って待って、図鑑を開きすぐ閉じるっていう、えちょっと待って、ミスった、もしかして大丈夫か。ああなったなった、あぶねえ、びっくりした。図鑑開いたらすぐ閉じないといけないんだ。うわびっくりした、えマジよかった、怖かったな今。うわすげえ、マジか。これシェイミ童貞ちゃんとこれ卒業できんじゃね。上の方行けばいいっつって書いてありましたから。えこんな進まなきゃいけないの、これ正規のやつちゃんと大丈夫かな。あいた、シェイミちゃん、どうも、おっす、こん何してんのお前、一人でこんな花に囲まれてさ、やることある、そんな暇だろお前。じゃあやっていきましょう。キューンだって、はいどうも、かわいい、いやシェイミマジでいいポケモンだな、めっちゃ好きだな、すげえ初めてだからマジで興奮してますわこれは。はい、これでマスターボールで捕まえていきましょう。これはねバグで増やしたやつなんで、こんだけ数があるわけでございます。はい、ありがとうシェイミ童貞、うまく卒業した。花畑の中で暮らしているが、体を丸めると花のように見えるため誰も気づかないのだ。うん、かわいそう、気づかれないようなポケモンなんだ。はい、でこれでどうすんだこれ、え戻れんのかな、こっち行ったらどうなんだろう。あ永遠に続くのこれ、それはないよなさすがに。あもう終わりなんだここで、あ完全に何もないんだ。じゃあ空を飛ぶ、えこれもしかして空を飛ぶとかなかったら終わり。じゃあこれ空を飛ぶで帰りましょうか。使えるよねさすがに。どこ行けばいいんだ。あちゃんと選べたね、よかったよかった。あよかった、これ空を飛ぶなきゃいけなかったんだ。ですので皆さんも気をつけてください、空を飛ぶ必ず持ってきましょう。次はシェイミをレベル100までレベル上げしていきます。はい、じゃあ早速やっていきたいんですが、大体の人はね不思議な飴って私みたいにこの4個ぐらいしか持ってないと思うんですよ。それはですねバグで増やしていきます。このバグのやり方はね他の動画で解説しているので、知らない方はねそちらご覧いただければと思います。それではね早速やっていきたいと思います、レッツゴー。よし、やっと終わりました。めっちゃ時間かかられましたね。ちょっといろいろ手間取って効率のいい方を探してたら逆に効率よくなくなっちゃって、それで 5,6 時間かかっちゃいましたね。最悪です。まあとりあえず75個集めましたんで、これ使っていきましょう。70個使えばね、いけるので。はい、31位。
はい、ここで37で甘い香りね。また一応なんか切ると嫌なんで技を覚えさせないでおきましょう。46、自然の恵み？なんじゃその技。木の実から力をもらい攻撃する。あ、そんな技なんだ、知らないな、諦めとこう。55、悩みの種？なんじゃそりゃ。心を悩ませる種を植え付ける。相手を眠れなくして特性を不眠にする。弱くね普通に。64、アロマセラピー？なんじゃそらは、知らない技ばっかだな。心地よい安らぐ香りを嗅がせて味方全員の状態異常を回復する。まあダブルバトルとかで使うやつかいらねえな。73、ここでようやくエナジーボール、一応ね覚えさせないでおきます。82、草笛、ここで、うわこれは強いね。まあでも覚えさせないけどね。91、おまじない？なんじゃその技。天に向かってお祈りを捧げ、相手の攻撃を急所に当たらなくするだけ？いらねえな。100、ようやく100になりました。これだけでめっちゃ時間かかったな。シードフレア？また知らない技、全部知らない技だ。うわ強っ。体の中から衝撃波を発生させる。相手の特防を下げることがある。これでも反動を受けたりするんじゃないの？まあ一応覚えるのを諦めとこう。オッケー、なんとかここまで来ましたと。不思議な雨でレベル上げるだけでもめちゃくちゃ鬼ほど時間かかりましたね。ここからはダイヤモンドからブラック、ブラックからポケモンバンク、ポケモンバンクからポケモンホームに送っていきます。はい、例のミニゲームやっていきましょう。ダウンロードプレイしていきますよ。はい、じゃあダウンロードプレイをやっていきましょう。おっし、いった、おっし、行こう。あ、いたいたいた、シェイムいましたね。オッケーオッケー、レベル100ちゃんと通りました。ここは安定の通過ですね。まあ適当に持ってきましょう。あとは6匹でよろしいですか。はい、とりあえずシェイムだけ、狙っていきましょう。あ、いたいた、やべ、早っ、早え。あ、捕まえたかな。オッケーオッケー、はい、ヒコザルも、はい、オッケー、フィニッシュ、半分余らせてクリアと。めっちゃ上手くなったマジで。はい、余裕、すっげー安定感が異常ですねここは。オッケー、ここは普通に余裕のよっちゃんでいけると。ボックス見ていきましょう。はい、シェイミちゃんといる。100レベちゃんと来てますね。さすがに来るんだ、ここは安定感がやばいっすねマジで。で次はポケモンバンクですね、送っていきましょう。はい、じゃあポケムーバーやっていきましょう。あー、やばい、ボックスの中に転送できないポケモンが含まれています。いやー、ここの関門乗り切れないか、さすがに問題のあるポケモンは転送できません。あー、ダメだ、シェイミ全くダメだ、マジかよ。すっげー鬼ほど時間かけたのに、くっそ、マジかよ、あんな苦労したのに、クソだな本当に。ということで検証結果、謎の場所さん、謎の場所さん、謎の場所さん、シェイミはレベル100まで育てて、謎の場所さん、セイ、謎の場所さん、セイミ、謎の場所さん、シェイミ、謎の場所さん、シェイミはレベル100まで育ててもポケモンバンクにすら送れないでした。ダークライは送れたのにシェイミが送れないのは我々人類の誕生くらいに消せないですね。改めていろいろ調べてみてもシェイミが送れない確からしい理由は見当たりませんでした。でもシェイミみたいな可愛い子に限って締まりがいいのかよ。最高だよ。